インサイティ DVD ザ・ルナティック茨ワンピーが期待攻略映像です。聞き手私 INH の坂本と、解説は担当プレイヤーのお茶マニア KMT さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、スコアアタックする上の基本方針と、ステージ1の見どころをお願いします。はい、スコアアタックの基本方針は、まずは勲章の育成があります。勲章アイテムは最初は100点なんですけれども、連続で取り続けることで最大1万点まで育つんですね。それで勲章を1回落としちゃうとまた100点に戻っちゃうんで、勲章を落とさずに取り続けることでスコアを稼ぐという流れになります。なるほど。あとは基本的に茨に出てくる敵はボム破壊で敵を倒すと、普通のショット破壊よりも点が高いんで、ボム破壊をなるべくしていくという形になります。なるほど。それでスコアを稼いだ上で、スコアが100万点ごとに時期が1期エクステンドするので、そのエクステンドした分の残機を、まあ、潰すという形になるんですけれども、うん、その潰した上で、ボムの補充と後に言うランクを下げるという行為を行います。なるほど。はい、あともうステージ1になっちゃいましたけどあの、ね、ボスになっちゃいましたけどね。道中は基本的にやっぱり最初の方で育成して、あの建物で大きく稼ぐっていうような形なんですかね。はい、そうですね。中盤に出てくる勲章を16個出す建物があるんですけれども、はい、そこを破壊するまでに勲章を1万点まで育てておくというのがステージ1の、まあ、第一目標みたいな感じですかね。なるほど。今中央カバーを、ね、こう上からこうかぶさるようにして倒すっていうのはね、まあ、はい、これはワンピーならではの。そうですね、あのカバーが、上の方になんかついてるパーツがボムで破壊すると5万点入るっていうパーツがあるんです。それで普通にあのカバーがついた状態で下からボムを打つと、上のカバーのそのパーツが壊れる前にそのカバーのパーツが壊れると、うん、それで5万点入らないことが多いん で、 でしばらく泳がせておくと、あのカバーがパタッと外れて下に降りてくるんで、その降りてきたところを回り込んで、上に回り込ん で、 でボムを使った時の無敵エフェクトを使いまして破壊するという形に、うん、なるほど。今はこれは打ち込み点稼ぎをやってるわけですね。そうですね、はい、ここで30連を入れて打ち込み点を、まあ、ボスが逃げる直前ぐらいまでやります。なるほど。これもパーツはほとんど廃じゃんですよね。はい、パーツを最後の中央 の、 あのガトリングを打ってるパーツ以外を全部廃で、はい、打ち込み点稼ぎをします。なるほど。なんかこうガリカの一面と似たような感じですよね。はい、似てますね。なんか宮本チックって感じですね。ガレッガーで言うところに。さあ、そしてこのミスは別に構わない。潰しですね。はい、これは。それで、はい、最後に倒します。なるほど。でステージ1が終了という形ですね。では続いてステージ2ですね。こちらの見どころをお願いします。はい、ステージ2は、基本的にザコがリリペット変態っていうのが出てくるんですけれども、こいつらをなるべくボム破壊していくので、まあ波動ガンを使うなり通常ボムを使うなりして撃っていきます。あと地上物にタンクがあるんですけれども、はい、これをボム破壊すると勲章が10個飛び出すっていう形で出てくるんですけれども、要は、まあ、勲章が10個出るということで、タンクに乗っかった状態でボム破壊をしてタンクから勲章を獲得するという形になります。なるほど。でここの今戦車が結構ポイントじゃないかなと思います。そうですね、ここはなぜかああいう感じで倒すと勲章が10個戦車から出ちゃうんですよね。なるほど。理由がよくわからないというのが本音でして。なるほど。まあ、とにかくああいう形にやると出るんで毎回それをやる。そうですね、はい、とある方から教わったんですけど。あ、なるほど、はい、ここですね。このリリベットが
あ、ここのリリペットは画面中央で倒すと勲章を必ず出しちゃうんですよね。なるほど。結構この辺の波動岩を補修する、ね、パターンは結構美しいと思うんですけど。そうですね。大戦車が車輪を4つ壊した後に戦車本体を倒すと絶対大ボムが出るので、うん、それを回収してそれを波動岩に当てるというパターンですね、うん、なるほど。これもね結構ねボムをね細かく使って、そうですね、細かくボム測って感じです、うん、で道中の途中でこのバーナーを1個取っておくっていうのがポイントですね。あ、なるほど。これは後の打ち込み点稼ぎに使うっていう、はい、ミボスの打ち込み点稼ぎ。なるほど。そしてミボスが登場。でここはもうとにかく最後の打ち込み点稼ぎが大事なん で、 そうです、ね、途中の形態は割と早く、そうですね、なるべくパーツも壊しつつ、まあ、速攻破壊って感じですね。うん、もう潰した後のアイテム回収時の無敵エフェクトを当てるという感じで、もうなるべく速攻速攻って感じですね。なるほど。この無敵エフェクトは結構強いんですよね。そうですね、これが威力がかなりあるんです。でこの時に潰した時に必ずバーナーを取っておくっていうことですね。あ、なるほど。途中で持っていた、ね、はい、途中で落としちゃったら意味ないんですよ ね、 あとは、まあ、このワンピーのB 決定機体特有なんですけれども、はい、あのショットパワーをあんまり落ちちゃうと貫通能力がなくなるの で2ボスで3回潰すんですけれども、はい、3回潰したうちにその1個でも大パワーアップを取っておかないと貫通能力がなくなっちゃってですね。なるほど。で今やってる打ち込み稼ぎの転向率が、まあ、約20万ぐらい落ちちゃ う、 っていうのもある。結構でかいですよね、はい。バーナーも取りつつダイパーアップも1個は取っておくって感じですね。うん、なるほど。でこの打ち込み点稼ぎなんですけど、これもボスが無敵になっちゃうんですよね、はい、そうなんですね。この第3形態がこう終わってすぐ第4形態になるときに、そうですね、第4形態になった直後に、まあ、ボスの上の方のところに砲台が2個あるんですけれども、はい、その砲台をボスの攻撃が始まる直前までに壊すとどうもなるらしいというね。まあ、はい、もうはっきりとした条件はまあよく、ね、これもわからないんだけども、わからないけど、まあだいたい壊すと 100% なるんで条件はそうなんだと思います、ね、うん、なるほど。これグラフィック上こうなんか砲台が見えてないんだけれども、判定だけはとにかく先に出てて、それを壊しちゃうとどうも先に進まないっていうような考え方なんですかね。そうなんでしょうね。この辺ね、ちょっと詳しいお話聞ければなっていう感じですよね。そうですね。さて、まあ、この辺、ここね、結構長いんですよね。3分ぐらい、長いですね。ずっと稼ぐんですけども、逃げるのいいですか。ちょっと別な映像にそぐような話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、というかこの茨との出会いっていうか、もうそもそもなぜこう茨をやり込むようになったんですかね。茨はですね、まあ、茨をやる前に、もともと自分がバトルガレッガーが好きでやってまして、はい、あと、ケイブのシューティングももうほとんど前作やってるって感じですね、はい、それで茨が出るという話を聞いたときに、システムが、バトルガレイカのシステム、うん、そしてケイブが出す、うん、すごいな、これは。これはもうやるしかないなっていう。これはやるしかない、みたいな感じです、ね、うん、なるほど。じゃあ、こう茨のこう魅力っていうのは何かあります？魅力はですね、そうですね、やっぱり波動ガンに尽きるんじゃないでしょうか。うん、この波動ガンの威力が本当に桁違いな威力でですね、はい、ボスが本当に波動ガンを撃てれば雑魚と化してしまうという極端な本当、でも波動ガンが撃てないと滅法強いボスみたいな感じですね。なるほど。やっぱりこうバトルガルカに、ね、なかったシステムですよね。そうですよね、はい、茨ならではのシステム、茨ならではの、そこがちょっと面白かったなっていう。そうですね、波動ガンは結構稼ぎにも、あの後ろの衝撃波が稼ぎに使えるっていうのも、 あれも大きいですね。確かにそうですよね、はい、うん、あれが結構まあメインな、ね、稼ぎになってるってことですよね。わかりました。逆にちょっとここは嫌だったなっていうところはあります。そうですね、やっぱりボスのランダムの運で
点数が大きく左右される場面が多々あるというのはやっぱり稼ぐ上ではきつかったですね。なるほどね、はい、逆にそのランダム性がまあ面白い時もあるけど面白い時もあるんですけれども、はい、つまらなかったかな。そうですね、ちょっと、はい、で鬼ボスを最後車輪を壊して、まあ、逃がして終わりっていう、はいですね、なるほど、わかりました。さて続いてステージ3と、はい、ここの見どころは何でしょうか。ここはですね、3ボスで波動ガンを使って稼ぐので基本的に道中はボムを貯めるという感じになります。なるほど、はい、あとはそうですね、3ボスで臨死を行うので、うん、その点数を調整するというのも、まあ、必要になる場面もあります。なるほど、はい、道中のこの列車地帯でうまく波動ガンで稼ぎながら、調整すると、はい。そうですね。この辺もはもう潰しですね。なるほど。はい、あの2ボスで十分稼ぎれるんで、そうですね、ここで、まあ、潰して、はい、ランク下げと、ボム補充という。本当は中ボスまで潰したくはないんですけれども、はい、自分の転向率だと中ボスまでに800万超えちゃって、残機が3機になっちゃうんですよね。はい、でそうなるとランクがかなりやばいことになっちゃうので、あ、まあ、仕方なく道中で2回潰すっていう感じです、うん、なるほど。中ボスでしたんだけどあっという間にアイテム回収で死んじゃいました、ね、はい、ここ中ボスを早く倒すと、この空中雑魚が多く出てくる、ね、まあ、早回しになってますね。でこの列車から結構ボムアイテムが出るんですよね。そうですね、あと列車からランダムなんですけど、はい、コンテナが出ると点数が一気に上がるんですよ、はいはい、そのコンテナが何回出るかによってその3ボスまでの点数がだいぶ変わっちゃうんで、うん、それでコンテナがあまりにも出ないと臨死をする点数に届かないっていうことも多々あります、うん、なるほど。その辺は結構運ですね。やっぱりここも運だと、はい、回は結構出てたんでいい感じでしたね。なるほどね。真ん中に波動ガンって言ってこう割と安全をこう稼ぐ。そうですね、ここはこうした方がボム回収もいっぱいできるんで、安全とボム回収、まあ、両立させた感じですね、はい、この波動ガンを照準電解した時にもね無敵エフェクトが出るんでね。そうですね、それも結構大事なんですね。これも結構重要ですね。そしてステージ2に戻すと、ここは、まあ、第一形態は特に稼ぐところはないんで。そうですね、第一形態開幕に波動ガンを使うと第一形態を速攻で終わらせることも一応できるんですけれども、はい、自分はどうもそのパターンはあまり苦手というか向いてなかった。そうすると第二形態が長引いちゃうんですよね。第一形態が速攻で終わっちゃうから。なるほど、そうするとちょっと自分的には嫌だな、はい、そうですね。ここで波動ガンを当てて臨死というか、なるほど、ここでやってるんですね。なるほど、はい、900万点に合わせて。そうですね、はい、なるほど。やっぱりこの臨死はこの波動ガンの打ち込み点稼ぎが一番こう狙いやすいんですかね。そうですね、はい、それが一番ですね。なるほど、でこのホーミングミサイルを壊して稼ぐと。そうですね、これをなるべくその波動ガンを使った後の後ろの衝撃波で倒していくとアイテムがどっさり出るかな。なるほど、おーすごい量ありますね。今回は3ボスは本当に稼げました、ね、なるほど。これは本当にこんなに稼げることはめったにないっていうぐらい稼げました。ベストに近い、ベストに近いです、ね、うん、やっぱりフォーミングミサイルの量も変わってきちゃうんですか。そうですね、あのボスが上に行っちゃうと画面外に消えちゃって数が減るとかいうのもありますし。なるほど、はい、最悪そのフォーミングを打つパーツがあるんで、それがだからその波動ガンの衝撃波の上にボスが来ちゃったりするとパーツが壊れちゃうんで。なるほど、それがまあ運ちゃうんですよね。なるほど、でここの、まあ、要は波動ガン出てる時に残機通しをすると磁気ボンバーが出ないのが結構でかいですよね。そうです、これも結構重要ですよね。うん、でもボム判定が画面に出てるときに潰すと一撃の自爆したときの破裂が出ないみたいです、うん、なるほど、
このハローが打つ位置も結構微妙なんですよね。そうですね、走すぎてもいけないし、走すぎるとアイテムが出ないんですよね。なるほど、まあ、ここはもう逃げるまで稼ぐっていう感じですね。そうですね、はい、なるほど、わかりました。さてステージ4です。ここの見どころはどこでしょうか。ここはそうですね、まあ雑魚が、空中雑魚がいっぱい出るので、まあ、こいつらをなるべくボム破壊していくっていうのも一つの見どころですかね。あとは、まあ、後半面に備えてボムを貯めるというのもまた一つですかね。うん、なるほど。特に目新しい稼ぎっていうのはないですかね。あとは中ボスから1アップを確実に取るという感じですか。うん、なるほど。真ん中相手がね。じゃあまあ、ここはとにかくもう普通に、特にね、ローガンとかも使わずに、そうですね、はい、ね、ボムがない場面はしょうがないショット破壊っていう感じにはなってます。なるほど、はい、でここの中ボスからこうワンナップ相手を取るためにパツを壊してますね。はい、そうですね、爪から、うん、まずは爪、ですね、そうですね、この滑車が壊すと勲章が出せます、うん、あとはその翼の先端の砲台を両方壊す、うん、そして本体を倒すと1キャップが出ます。なるほど。ここはあそこの上の砲台を2つ壊しておくと、はい、この後フォーミング雑魚で稼ぐんですけれども、はい、少しその時にあの弾を上からパーツが打ってくるんですけど、そいつの弾が結構邪魔な時があるんです。あ、なるほど、はい、最悪勲章が取れないとかいう感じになっちゃう時があるので、うん、あそこ2つ解くとまず大丈夫なんです、うん、なるほど、結構細かいところまで気を使ってねで、これワンナップアイテムから、そうですね、出て取って、この辺はオプション重ねぶりの1万点というのは結構でかいですね。そうですね、はい、ランクが結構上がるという話なんですけど、はい、やっぱり1万点は大きいかなと。確かに勲章とね、同じ点数ですね。そうなんですね。ここはボムで積極的に破壊していく。そうですね、こいつらはボムで倒した方が点が、パーツが確か点が高かったんですよ、はい、この辺からボムを貯めていきますかね。なるほど、はい、この大きい戦艦から、はい、そうですね、残機潰しがね、素で死んでるのか、ね、本当に狙って死んでるのか分かりづらいところがあるんですけど、分かりづらい場面はあります。今のは潰しですね。なるほど、ここからボムを貯め始めるところですね。面からも貯め始めます。オプションがロケットで進むんですよね。そうですね、はい、特にまあ理由はないじゃないですけど、なるほど、まあ、オプションをこう選んでるわけじゃなくて、とにかく取ってて、ね、はい、敵に変えてる方が多いっていう。そうですね、はい、隠しフォーメーションとかもすぐ切っちゃうんですか。そうですね、自分は結構邪魔に感じる時も多いですし、うん、その隠しフォーメーションを維持するには結局そのフォーメーションを入れた後にオプションを取らずに行かないといけないので、うん、そうするとやっぱ1万点が取れないっていうのは結構大きいかなというのもありますね。まあ、そんなにサーチは確かに便利なんですけど、はい、どっちだけランクを下げておけばサーチなくても全然進めるのですね。特に問題ないな。問題はないと。そしてボス、ボスはこの炸裂するミサイルを壊して、そうですね、はい、これが1個5000点なんで結構でかいですよね。そうですね、これもだからこれが来るかどうかはランダムなんですね、うん、またランダムでなるほど。でなおかつここの翼部分に打ち込むことで打ち込み点も稼ぐと、はい、稼いできます。これあんまりねやりすぎちゃうと、そうですね、携帯飛んじゃうからね。両方からこういう炸裂弾が来てるとき、本当は両方打ちたいんですけど、この辺妥協ですねあまり無理して打ちに行ってない、はい、無理して死ぬことよくあるので、はい、結構ここでもうちょっと稼いどけばみたいな時もやっぱあるんですよね。そうですね、ここが結構10万単位で差が出るときとか本当は多いんで、
ここをクリアした時の点で後の潰しポイントとかも結構変わってきたりするんで、その辺の点数調整もできればしたいところですね。なるほど。そういえばここ背景の途中戦艦いたりとかするじゃないですか。これもなんかボムで壊れたりとかしますよね。 あれって点数とかってどうなんですかね。あれは、はい、入ってますね。入ってるんですか。確か2種類いて2000点と5000点だったかな。あ、なるほど、はい、入りますね。それ狙ったりとかは、まああんまりそこまでは意識してないんですけど、はい、まあ多少はなるほどね。結構細かく、まあボスもね、長く戦わされるんですよね。集中力維持とかって どうなんですかね。結構気をつけてます、ね、そうですね、はい、なるべくそうですね、気をつけてはいるんですけど、ね、やっぱ続かないこともしばしばという感じですね。結構ね、こういうなんていうかな、同じね攻撃をパターンがあって、それを避け続けるって結構、ね、厳しいですけど、今のとかも結構こう近い時あるじゃないですか。そうなんですよ、はい、怖くないですか。怖いですねまあでもここは死んでも良かったりとかします。そうですね、ここで死ぬ分には特には問題はないですね、勲章も特にないですしね、はい、とりあえず残機が今1機あるんで、はい、あんな感じで攻めたんだと思う。あ、なるほど、まあ、残機がゼロだと多分あそこまでやってないんだと思うんですなるほどね、はい、その保険が1機分あるからです、ね、死んでも OK みたいに、うん、攻めていけるというか、ね、そういう保険っていうの考え方もね、こう理解するのはちょっと、ね、時間かかるようなとこかなと思うんですけど、ね、死んでもまあ大丈夫ってことですよね。いうところ残機ボーナスが特にこのゲームにはないところがあるので、ね、はい、まあ、その最終的に、まあ、残機は全てこうボムに変えていっちゃうのが、まあ、一番いい稼ぎ方なんですね。そうですね、はい、もう死んでボム補充って感じですね。長いんですか。寝ちゃったりとかしません。そうですね、2ボスのあの打ち込み稼ぎは実際眠いですねよくあそこは、はい、特にそうですよね、受けるそのそうです、ね、行動とかもないですしね。なんもないんでですね、ボスの動きに合わせてちまちま動くだけなんで、もうほんとあくびしながらよくやってしかもまあ2面なんでこう結構早い段階じゃないですか。まだこう、はい、まだこう自己ペン抜けるかなっていう感じだと結構あそこでやめられなかったりとかするじゃないですかはい、そうです。とにかくここはやめてやーみたいなね。そうですね、そして4面が終了。さあステージ5です。ここの見どころは、まず序盤で大型電車が3台出るところで、まあ、波動ガンを一発使いまして、大ボムを大戦車1台につき1個出るので、はい、それを3つきちんと回収するのと同時に、この車輪を2つ壊すと戦車が止まるので、その止まった戦車にその後ろの戦車がぶつかると勲章が10個戦車が出すので、はい、その勲章も同時にきちんと回収する。なるほど。あとは中盤の勲章を絶対出す雑魚が大量に出る場面できちんと勲章を回収するっていうところですね、うん、ここが例の勲章型戦車ですね。ちゃんとボムを回収してますね、はい、決まってますね。なるほど。ここでもボムが大量にあるんで、はあ、展開をしちゃうんですよね。そうですね、これは展開をするとボムを一発消費した状態で先に進めるので、さらにもう一発分貯めれるということになりますね、うん、なるほど。あの勲章が、ね、吹き出す先ほどの、ね、戦車のギミックは2面でも、ね、あったんですけどね。そうですね、2面のはでも本当にぶつかってないんで、なんで出るのかっていう感じなんですよね。そうですね、はい、そしてここが結構ね気持ちいいところですね。そうですね、1万点勲章がいっぱい出る、ここは大量に出る。この波動ガンの消費者が、まあ、無敵なんで、そうですね、ここで安全回収っていう感じです。なるほど。
ってどのぐらい稼げるんですか。これで110万ぐらいだったと思います。じゃあもうエクステンドしちゃうんですか。エクステンドは間違いなくします。なるほど。そしてここは、あ、例のフォーミングミサイルか。そうですね、ここも、まあ、ボムが少し余るのでここで稼いとこうかみたいな感じですね。やっぱ最終的にはそのボムの数っていうのはやっぱ、ね、決まってるんで、計画的に使っていく。計画的に使っていく。ここら辺では結構攻撃激しいですけど、ね、勲章を落としたりとか。そうですね、ここで死んじゃうとよく勲章がそのまま落ちちゃうっていうことになって結構悲しいですね。そうですね、5ボスで結構勲章が20個出たりするので、それだけで、まあ、簡単に20万落ちとかいう感じですよね。結構でかいですよね、はい。倒してボスと。ボスはこの勲章がね、その先ほど20個出るってところ で、ね、はい、まずは波動ガンを使って安全に勲章を回収します。破壊するタイミングをうまくずらさないと。そうですね、あらかじめだから自分の場合は左の方にダメージを余計に与えておいて時間差で壊れるようにします。なるほど。これはちょっとかすって稼いでるっていう感じ。なるほど、結構細かくね、はい。そうですね、大して入らないんですけど、そこはアンチなんですか、動かなければ。そうですね、なんか狙いがちょっと荒いみたいで。あ、なるほど、ちょっとずれてる。そうですね、はい。して第2形態これはぐるっと回って、第2形態はもう普通に倒すだけって感じですね。結構もう同じように見方と、そうです、ね、ランダム要素は特に。もうランダムがないんで、もうパターン化で完全に。なるほど。ここ真ん中がアンチ。でも、まあ、右下でもアンチなんですけどね。そうですね。右下、左下もアンチ。なるほど。という話です。まあ、ジャマニアさん的には真ん中で避けてるってことですかね。そうですね。まあ、あのランクだと弾の隙間が広いんで、下でも避けれるんですけど、癖で上で避けちゃいます、ね。なるほど。まあ、でもかっこいいと思います。で、先ほど波動ガン一発撃ったのは単純にこの人は強いからっていうか。そうですね、はい、あの攻撃来ちゃうともう避けれないので。なるほど、はい、死ぬか波動ガンか。なるほど。いや、ただその後に一気に吸ったのがちょっと自分的には痛いかな。あ、本当ですか。あれは死にたくなかったところなんです。なるほど。最終目ステージ6ですけども、はい、この見どころはどこでしょうか。ここはもう何と言ってもラスボスでどれだけ稼げるかということですね。なるほど。道中は特にそこまでは、この序盤の花時計があるところで中央の時計にボム判定を当てると、はい、あの時計の下からザコが大量にわらわら出てくるんです。お、そうなんですか、はい、今回はそれをやってないんですけれども、それをやると波動ガン一発使用してスコア的に70万前後稼げるんですよ ね、 結構高いですね、はい。ただそれをやるとですね、相手も大量に取ることになるので、はい、この後のランクが超やばいことになるんです。なるほど、はい、先進めなくなっちゃう。そうですね、諸刃の剣って感じですね。なるほど。じゃあそれを、まあ、かいくくっていけるのであれば、そうなんですよ、ね、すごく高くなるのか、はい、今回はもうやってないですね、はい、ちょっとビビっちゃってます。なるほどね、はい、そういうね、やっぱチキンレース的な、ね、ところもありますよね。そうですね、どこまで攻めるか。うん、結構攻撃激しいですもんね。そうですね、もう基本的にラスボスまでにある程度ランクを上げとかないといけないっていうのもあるので、この辺はもう普通にある程度ランクが上がってるっていう感じになってますね。やっぱりこうラスボスもラスボスまでにこう残機とボムを溜め込んで、なおかつランクが高い状態で行かないといけない。そうですね、はい、なおかつ勲章が落ちてないっていうのが大前提。難しいですね。ですね、結構 ランダムな戦車とかいるんですかね、砲台が。はい、砲台がランダムみたいなんですね。中ボス、おっと、いきなり死んじゃいましたね。この波動ガンカス当てっていうのは強いんですかね。あのミサイルがですね、はい、どうも超強いらしくて、はい、あの普通は当たっちゃうとすぐ爆風に変わってあの普通の波動ガンのダメージになるんですけど、はい、どうもかすらせるとその爆風が出ないでずっとミサイル部分が当たるんで、うん、あんな感じで速攻破壊とかもできちゃうってことですね。なるほど。波動ガンの第3の使い方ってどうですね。他の場面でもボス戦とか5ボスの第3形態なんてかすらせると本当あれも一瞬で終わっちゃうんですよ、ね、あ、なるほど。じゃあ普通にこうクリアする
場合には結構使えたりしますか ね、はい、ただまあ動くボスとかだと狙うのが難しいというのはありますけど、なるほど、最初に出てきた時に狙うっていうのは、出てきた時に狙うっていうのはありかと思います。ここでこのミスがかなり痛かったんですよね。あ、なるほど、これは結構すげえ。これは照準展開をした状態で死んでるので、まあ、実質的にボムが一発半分ぐらい損してるってことな。なるほど、これはそれはちょっとね、損傷が落ちなかったのは幸いなんですけれども、かなりちょっと痛かったですね。痛だけなかったね。しょうがないですよね、やっぱりランク高い状態で素直にね。そうですね、ちょっとゼロ射的に打たれたんで、ちょっともう間に合わなかったですね、回避が。まあ問題のラスボスが登場と、このオプションの種類は別に何でもいいんですかね。そうですね、できればロケットをつけておいた方がいいんですけれども、うん、ワンピー側の B 決定だとショットが貫通弾なので、はい、まあ、ロケットがなくてもなんとかなります。ああ、その貫通するっていう性質は同じですか、ね、そうですね、はい、貫通しないとこの周りにパーツがあるのでパーツにしかダメージがいかないんですよね。そうすると時間かかるっていう、はい、そうですね、最悪波動ガンを2発撃たないと第一形態が壊せないってなると、その第二形態の稼ぎが一発分使えない。なるほど、こんな感じで一発で終わると理想的です。そして、まあ、問題の最終形態と。最終形態ですね、これがもう大変なんですよで、ここはもうあらかじめローガンを打っておいて、このバラ、ね、ローズバドンって言うんですけどね、はい、こいつらを壊すと。そうですね、この白雑魚が出てくるとですね、このピンク弾が超強くてですね波動ガン の軌道を抜けてくるんですよね。あ、なるほど、硬い、硬いみたいですね。また出てますけどね、これが結構クセモンだと。で、はい、で緊急回避気味に波動ガン打ったらボスに一発当たっちゃってですね。あ、なるほど、これ波動が2発当たってるとボスがもうボス死んじゃいます、ね、そうそう、終わっちゃうんですね、稼ぎ前にね、終わっちゃうんですよ、ね、なるほど。あ、この辺かなりもったいないドバドバ出てますもんね。ですよね、あれを回収しないと、ね、なるほど、この辺ね、これランダムになるんですよね。そうですね、動きがランダムで、雑魚のダニが出るかもランダムで、雑魚の軌道もランダムみたいなランダムランダムランダム、なるほど。もうじゃあそれは、まあ、やっていってた中でそのコツっていうか、こうした方がいいんじゃないかっていう、こう勘というか、そうです、もう臨機応変というか、うん、パターンじゃなくて、そうですね、どれだけやったかにもなるんでしょうね、やっぱり。なるほど、結構、うん、アドリブも危ない、危険を察知してやったりとかっていうのもあるんですかね。これやっぱり波動ガンが出てて終わり際にこう残機を潰すのがベースそうですね、これだと勲章が落ちないっていう感じなんです、うん、早すぎるとその次の残機が出てきて無敵が切れてもまだ勲章が出てて、なるとまた次死んで勲章が落ちるっていうことになっちゃう。まあベストなタイミングでっていうのはその波動ガンが切れるちょっと前ぐらいですかね、うん、そうするとこう磁気ボンバーが出ないからこうばらけないっていうのも、そうですね、はい、もうそのあらかじめその時期が出てくる復活ポイントっていうんですよね、そこの位置に波動ガンを置いとけば勲章が自動的にそこに出てくる。あ、で今勲章落ちたんですけど、あれはちょっとザ潰すのがちょっと遅かったですね。あ、もうちょっと早かったら落ちなかったかな、落ちなかったと思いますね。あれもったいないですね。なるほど、こうなるとあとはもうオプションの重ね取りが結構そうですね、ですけど、まあそれでもやっぱ波動ガンを使った方が稼げます。なるほど、ここも諦めずにとにかく最後まで稼ぎ切ると、はい、残機の上もなくなってきたところで高いと。そうですね、最後バラが出てなんていくかと。そうですね、ところで、はい、まあ終わったんですけど、まあ、今回は、2900万でしたっけ ?2900 万台ですね。そうですね。はい、まあ、ちょっと目標としてたら3000万台には届かなかったんですけど。そうですね。
まあ、ちょっとどうなの、やっぱりラスボスが肝だったかなっていう。そうですね、ラスボスまでの点は十分だったんですけれども、ラスボスでやはり、はい、もったいないプレイが多かったんですね。やっぱりあの5面ボスからね、ちょっとねここは意図しないところがあったんですよという話あったんですけど、そうですね、はい、まあ、そういうちょっとミスがちょっと目立ったかなっていう。そうですね、はい、引き的にはどうだったんですか、ね、そのボスの動き的には。動き的にはまあそんなに悪くはなかったかなという感じ、良くもないし悪くもないという感じですかね。なるほど。じゃあまあこれからちょっと まだねやられると思うんですけど、はい、どうですかね、3000万は。そうですね、3000万はもうラスボスさえ来てくれればまあ出るんですよね。とりあえず3000万は出したいところですね。なるほど。それがまあこれからの抱負っていうか。そうですね、まあ、3000万を目標にこれから、ね、これからもやっていこうかな、やっていこうかな。なるほど、わかりました。じゃあまあこれをね買っていただいた皆様に何かこうあれば一言お願いしたいんですけど。そうですね、まあ自分のプレーを見てイバラをやりたくなってくれれば嬉しいですし、ぜひ自分のプレイを見て稼ぎに挑戦してもらえるとまた嬉しいですし。なるほど、はい、やっぱりね、はい、こうやってる人が結構少なかったかなっていう。そうなんですよね、プレイ人口がどうも少ないみたいなので、これで増えてくるんですね。そうですね、どしどしやってもらいたいです。なるほど、はい、わかりました。じゃあまあ本日はこの、ね、解説ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。